はい、どうもラブリー山田です。今日は2024年3月の29ですね。今日は、西大に来てます。西大合ってる？西大だね。西大、三田線の西大に来てます。それなんかちょっとコミュニケーション取るっていうことでね、来てます。そう。あと、床屋来ました。床屋。去年の12月ぐらいに行ったのかな。だから3ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらい経ってんのかな。かなり短くなった。ということで、かなりスッキリしてるなと。いい感じですと。ね。なんだろうな。まあ、体調は絶好調ですけど、腰がちょっと痛いですね。腰が痛いのなんとかなんないのかな。うん。まあ、サポーターとか薬で散らせるならね、薬使っていきたいと思ってますよと。あとはなんだ、最近思ったことは、最近思ったことなんすかね。あ、本を買ったよ。久しぶりに。本日はお日柄もや、これ前も買ったんだけどね、一通り読んだんだけどね、あの引っ越しの時にね、本はほぼ全部捨てたっていう。なん、もう数百冊捨てたんじゃないのかな。読み切れてないままね、こうブックオフに行っちゃった本とかもあるんすけどね。まあそれはそれでしょうがないとして、また読みたい本はでも大体覚えてるよね。内容は覚えてるし、あ、なんか気になることがあればまたググれば大体出てきますよと。うん、そうね、気になっちゃうとね。あ、さっきね、床屋って美容院なんだけど、世界三大幸福論書いた人誰だっけってなってさ、二人しか出てこないんだよね。アランとラッセルしか出てこなくて、もう一人誰だよってなってさ、でヒルティなんだけどさ、ずーっとそれにとらわれちゃうよね、考えちゃうとね。あと一人誰だよって、あとなんだ、うん、心理学者誰、ユング、アドラー、あと誰、さっき思い出したんだけどな、ユング、アドラー、なんだ、フロイトかな、合ってると思います。で、忘れちゃうんだよね、毎日そのこと考えてるわけじゃないからね。うん、まあそういうのにとらわれると今に集中しないっていうことだからさ、今に集中してさ、生きていきましょうよ。目の前の出来事、仕事とかでもいいんだけど、仕事が分かりやすいか、仕事だったら仕事に集中する、遊びだったら遊びに集中する、食事だったら食事に集中する、ね、お話だったらお話に集中する。おざなりになってはいけないなって思ったかな。まあ思いにふける時間も大切なんだけどね。はい、終わります。せーの、 I love me、 イエイイエイ、ラブリー山田です。